稲子よ、踊り狂え。なんでだって立ち上がる。
よく来てくれましたね。そしてお母さん、心配したんだよ。嫌だよ、あんなお別れの仕方。ごめんね、エルル。けれど、あなたたちが準備を整えるための時間を作るには、ああするしか方法がなかったの。それでも嫌だ。だって、千年も一緒にいたんだよ。ずっとずっと一緒にいたんだよ。せめて、教えてほしかったよ。ごめんね、エルル。今はドロシーたちが協力してくれています。けれど、すぐに私もあちらに集中しなければなりません。そんな、私を保っていられる時はあとわずか。だから、完全なる楽園パラディソス、それはうつつには存在しない夢の中の楽園ですが、そこで見たものはすべて真実であり現実です。パラディソスはあなたの夢でしたね。夢は逃げたりはしません。逃げるのは決まって自分自身です。そこがたとえ期待したものと異なっていたとしても、目を背けないでください。向き合ってください。そうすれば、ひと咲きの花は必ずあなたに微笑みかけてくれることでしょう。あなたがパラディソスから戻ってくる時を楽しみに待っていますね。エルルのこと、よろしくお願いします。お母さん。はい。エルル、あなたと過ごしたこの千年間、とても幸せでした。お母さん、もう行っちゃうの？それがあなたの未来につながるのなら。どんなに泣いても、ただこねても、もうダメなの？ごめんね、エルル。お母さん、大好きだよ。
私はもっと大好きですよ。お母さん、お母さんの話たくさん聞かせて。お母さんがまだ小さかった時のこと、お父さんと出会った時のこと、私が生まれたくさん聞かせて。ええ、私も聞いてほしいな。まずは私が大好きだったママの話から。エルル、みんなもう大丈夫です。お母さんがみんなにごめんなさい、そしてありがとうと。マリアイブ、行きましょう。命が生まれ帰る場所へ、おじさまが待っています。ああ、パラディソスは目前だ。そこで何が起きようが、必ず一咲の花を手に入れ、このテイヤに帰ってこよう。ああ、ええ、当たり前だ。